し方、夜遊びのお店でも持ち帰りが OK っていうお店を探してると。で、口コミとか案内所を知りたいって感じなんですけども、ネット上はですね、結構コロナ前の情報は夜遊び、フィリピンとか東南アジアの夜遊び情報ってあるんですけども、コロナから変わってですね、やってる店、やってない店、あと潰れてしまった店とかもあるので、まあ、最新情報は僕の LINE の方でまたお伝えできればと思うので、もしよければ概要欄から登録いただければと思うんですけども、まあ、やっぱりですね、ぼったくりとかはですね、やっぱりあるんですよね。で、現地もですね、まあ、生き残りに必死なので、外国人から少しでもお金踏んだくろうということで、まあ犯罪までいかないんですけども、まあ、犯罪ですよね、ある意味。ぼったくりって犯罪かなと思うんですけども、結構正規ではないお金を取ろうとする店もあったりするので、まあ、この辺はちょっと気をつけられた方がいいかなと。なので、コロナ前以上にですね、お金にシビアになって、まあ、遊ぶならですね、ちゃんと現地の人を探すと。で、現地といっても現地で知り合いになるっていうのも危険なので、事前に探しておくのは大事ですね。で、海外移住されたい方からですね